皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、すべてを破壊することやります。すべて破壊します。もう本当にすべて破壊しちゃう。そのために必要なのは、できれば先に大型を切らしたい。やっていきます。ヒュドラサタン。これでもしゴレガとか、これでいこう。もうなんかもうキャラ数少ないけど、こういうなんかもう、やばいもんね、これやってること。サキバスとかで圧かけて、トルデウォーって言って大型切らして、ヒュドラサタン臨んでね。これ、ヌコちゃんかな？あ、ヌコちゃんっぽくない？この剣士。超久々に当たった気がする。めったに当たらない。取ったらラッキー。取れないけど、しょうがない。お、来た。あ、ゼロサーチだ、これ。まあいいや、もう。はいはいはい、どっちが勝つ？負けたわ。殴り負けた。まあいいや。殴り負けたけど大丈夫でしょう。首は全部処理されちゃったけどね。ここユウスケ切って止めてあげて、これできれば食いたいな。なんか全然触れてない。食った、オッケー。入ったね。さっきバス止まってない。はい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 、さっきバスもう一本行こうっと。毒も直すと、オッケー。何使ってんだろう。アーチャーじゃないな。大丈夫、毒入ってもやってくれる。あー、毒入ったまま次進んじゃった。オッケーオッケーオッケー。まあ大丈夫でしょう。はい、というわけで多分完勝だと思います。オッケー。もうゴリラだよね、やること。サタンなのか関係ない。ヒドラサタンドンでいい。カバーしてきた大型は全て闇玉でまとめて狩る。よし、やっていきましょうか。もうやること変わらないから、丁寧な考え抜いたプレイももちろんするし大事だとは思う。でもたまにはこうやってね、全力でゴリラするのもみんな見てて面白いと思う。というわけでやります。で、この固定のいいところはフォアがボコれるところ、ゴレガも引っ張れるところ。ただ注意すべき点が1個あるとすれば、アマゾネスの重ねとかで2枚抜きされるとこだけ怖い。以上。ああ、いいのね。じゃあしょうがない。アマゾネスいっちゃった、もったいない。こんなに置きたくないな、しょうがないけど。よし、倒してもらって。だいぶコスト使ったね。しかも速攻で消えるね、やつ。来たね。どっち来るです。そっちか。あぶね、あぶね、マジかよ。ガチャ危ないじゃん。はい、フォア打ってもらって下げるかな。ライン下げてきたね。頭がいいね、やっぱ上手い人だからね、この人。2000経験者のはず。あ、これユキンコじゃねえでいいな、ワンチャン。どうだろう、わかんない。それはユキンコやれてないのか。とりあえずユキンコやった。
あ、ヒドラだね、多分これ。さすがにサタン1本でヒドラ勝てないわ。超頑張ってくれてるけど。ヒドラじゃね、サタンめちゃめちゃ頑張ってるけど、さすがに無理。え、待って、あ、惜しい。足りないか。竜足りないね。惜しいな、今の。ちょっと今一瞬希望が見えたわ。タイミングを失敗したがしょうがなし。あ、強っ。トンスパン、もう一回倒し、電池切れでホームレン。あ、立てねえわ。まあ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 、まあ、ちょっとヒドラ腐っちゃったけどね。向こうが丁寧だった。完全に負けないプレーをしてきた。さあゴリラやっていくよ。ゴリラ3戦目、3戦目ですね。もうとりあえず本当にゴリラしてどうなるか見届けてって感じかな。足欲しいな。今の札も結構好きなんだけど、足がいれば2枠はいらない。あー、なんとも言えんけど、まあいいや。1800経験者、さあ剣士、次はウサギ出して取ってもらいましょう。さっき行こうか。なるほどね。まあ、アーチャーいるから今回とりあえずやつはやれる、大丈夫。早くやってほしい。死んじゃう、避けますが。オッケー、とりあえずオッケーだね。とりあえずだけどね。爆落ち。さあ、回収して。爆落ちか。ちょっと面倒だな。あとは、あのリスをどう倒すかだな。アーチャーだけでやれないかな。無理かな。結構でも削れてる。こんなもんでやれるだろう。もう一回先行こう。残してあげるのが本当は一番いいんだけど、しょうがない。ヒュドラ行こう。ここさっき残してあげたい、さすがに。さあ来たぞ、モンボメオデドン。スキル打たなかったらどうなったか知らない。倒してもろて、でここからヒュドラがまだ再生は終わったか。終わってるっぽいな。ただクイーンマジ邪魔なんだけど、お前。オッケーオッケー。さあ前行くしかない。我前行くしかないんですよ。さあ切れてもらって倒してもらって干渉狙ってもらって、これ当たるかな、これ爆弾。当たらないね。オッケーオッケーオッケー。というわけで完全勝利ですね。サタンがね、後半全く打たなかった。あれのせいで結構削られちゃったね。はい、ラストやっていきましょう。ラストラストですね。もう本当に最高に面白い。もうできればでも本当はね、ヒドラ先にポンって切りたいんだよね。ただヒドラとサタン重ねるっていうね、工程がすごい大事だから、なるべく相手に大型を切らしてっていう流れができるともっといいんだけど、なかなかね。いや、これならいけるんじゃないか。サケバスとかユウスケとか切られたら嫌で大型切る人いると思うけどな。もう迎撃ヒュドラしかね、ヒュドラ迎撃のうちに入んないからな、正直。もう押すしかない。取れるだろう。さあレイガン、サンキュー行きます。
OK、大型来た。ただメタドラはマジできついです。正直どうしようもない。困った。メタドラね、引っ張らないと話にならない。そもそもまずやりたいね。それは引っ張って、スキル打ってほしいんだよな。オッケー、スキル打たない。サッターン倒せないとまずいぞ。お前なんか虹町のキャラが2体いるぞ。なんだ、キバか。まあキバは別に何でもいいよ、どうせ倒せるし。来た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 、まあ、トーン。サタンマジで今日病気だな。打たないわこいつ今日。ゴッゴッゴッゴーレ、ゴッゴッゴッゴーレ、ダッダッダラッダッ。全然ゴーレムガール関係ないんだけど。あー、思ったほどダメージ入ってなくてさ。落とせるかなこれ、ワンチャン落とせるよね。オッケー。というわけでヒドラキバかな、多分分かんないけどそんな気がする。ホームにいました、ゴリ押し2回。みんな分かったか、これがサタンや。最高に面白いけどスキル打たないときはマジで打たん。というわけで皆さん今回もご視聴ありがとうございました。ヒドラサタン全てを破壊する、横当てされようが何だろうが関係ない、山々で引っ張る、全て壊す、最高です。というわけで、よかったら皆さんチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。